12月28日、ケリヒメスイーツ仕事納め、はい、俺はね、まだ働いている人は頑張れ。でその3の通常職クリアやってみようかな。通常職、通常職、回答家、ギャンブラーしかいないな。まあ大体こうなっちゃうよね。で通常職メンバーはこのあたりだな。レッツゴー。投資やら悪魔使いとかは装備を変えるのがめんどくさいんで、まだ覚醒させてないこいつらから見繕ってやっていこう。何がいいかな。えい、おっといけるかな。まあまあ大丈夫でしょう。えい、一つ目の小さい箱からこんな感じだとって思ったけど、小さい箱だからヒット数が少ないっていうこともあるから、逆に大きいやつの方がね、ガリガリガリーと連続でダメージが与えられると。間近でポンだね。ちょっと大きくなった方がダメージ与えてる感がある。やめろ、回復するな。ヒット数的にはどっちの方がいいんだろうな。まあどれでもいいでしょう。クリアは問題なしと。いやらしいこの上のやつ破壊しちゃった方がいいかな。破壊できる場所にいるかな。しかしそれもめんどくさいからいいや。ダメージ量の方が上回っている。ほい、こうやってね、画面内にいっぱいいてくれると、いっぱい手が入ってくれていると当てやすい。回復量も大きくなってるけど、ダメージ量の方が上回っている。問題ない。お、破壊した。なんかダメージを与えるっぽいね、高級のなんていうんだギミックは。しかしいまいちよくわからないだよな。別に難しくしてるわけでもないし、凝ってるわけでもないし。でしょぼい報酬が手に入りますと。プレチケだからまあいいはいいんだけども、まあこれぐらいのステージだったらわかるけども、まあ基本、あ、間違えた間違えちゃった。さすがにこのメンバーで倒すのはちょっとしんどい。大冒険始まりません。大冒険始まりません。この辺は強戦士を一人入れておけば問題ない。今フレンドを使わせて、フレンドじゃないか、ノラの人使わせてもらってるけども、ただお供の強戦士のノーマル適当でも、ね、エクセレントとか狙わなくてもノーマルでも十分 OK。 オーバークリティカルがね多ければ1ターンでもいけるけども、なくても2ターンで十分いけるんで、倒しきれなかったらまあこうやってバンで青箱稼ぎとかそんな感じでやってます。今死を悟った顔をしていたな目の前に強戦士が振りかぶってパワーを貯めていて、あ、死ぬこれって顔してたわこっちの達成報酬もあと少しで終わるかな。多分多めにちゃんとやってる人はもう終わってるぐらいでしょう。あと俺はブロマイド収集がいくつか残ってる程度だな。ウィーハル100枚、まあでもそんな辛くはないな。
よしよし。よくない。ん？これ覚醒武器は入っては？あ、いる。本じゃなく武器で手に入るのが珍しいから、うっかり違うかなと思ったけど、これは竜騎士のやつかな。これ持ってるやつか。まあ新規武器が手に入るのはそれはそれでありがたいけど、これ次のやつがナイトスターのやつでしょ。十二子コス、よし。えい、えい。なんか11連になるやつじゃないから、ある分だけ回しちゃおうかなって気になれるね。覚醒章、ジャッジメントか。あ、そういえば俺ジャッジメント、自分はジャッジメントになってなかった気がする。なってたかな。割と覚醒武器当たりやすいかな。いや、多めに回してるからそうなってるだけかもしれん。しかし娘メンバーや強戦士とかが当たっていない。なんかあれだな、片落ち品が当たったような感じだな。今となっては別にいいかなっていうもんばっかり当たったから、悪くはないんだけどって感じだね。うん、なかなか的を置いたセリフだったんじゃないか。片落ち品、悪くはないんだけども、うん、剣豪とジャッジメントが手に入った。あとはね、結局最近というか最新というかのものはほぼ手に入ってないので、あまりもろ手を挙げて喜ぶことができない。まあでも今までのに比べたら若干マシな結果なのか。いや、ダメだ、ここで許しちゃいけない。あくまでもクソガチャしかないってことを前面に押し出して、そういう前提でやらなくてはいけない、許してはいけない。そんな感じでした。じゃあ今日はこの辺りで、また明日。